ヒムル新郎です。今日はですね、青木ヶ原次会に来ています、はい。ちょっともう明るいうちから、ね、探索始めてるんですけど、さっき、ライブやってたんですけれども、やはり電波が悪くてですね、切れてしまいました。心霊スポット巡りみたいなね、観点で言うと、結構ね、心霊スポットにふさわしい場所って電波悪くて、ライブとの相性良くないですね。だから、普段僕、このビデオで、普段撮って、編集した際にアップして、皆さんに見ていただいてるんですけど、まあ、結構そっちの映画かなって感じですね。心霊スポット系の動画の場合ね。まあ、すごいな、ね、清潔が。すごい。美しいです。で今回ね、僕が受会に来た一番の理由っていうのは、やはり、まあ皆さんもね、この動画を見るときにね、もうクリックしたときに分かってると思うんですけど、非常にその、自殺が多いんですね、受会、青木ヶ原受会って。で、まあ、僕が訴えたいのは、もう本当に、命を大切にしてほしいってことなんですよ。まあ、それに尽きるんですけれども、まあ、なんだろうね、やっぱり最後死ななければいけないっていうことを、まあ、選ばざるを得ない方だね、こう何かにこう追い詰められてた人って、もうどうしようもない。その選択肢があってね、まあ、そういう自決というのを選ぶでしょうけれども、でもね、やっぱり生きてるってことは素晴らしいことだと思うから、あんまり悲観的にならないで、なんていうのかな、希望を持って生きていてほしいなというふうに思うんですよ。で、僕はね、すごい今心霊スポット巡りの方に、まあなんていうのかな、今までラジオをやってたのにね、まあジャンル変わったわけじゃないですか。でも僕の中ではすごくそれがね、自分の人生のテーマというか、なんか非常に僕の中でこう向き合わなければいけない問題が来たなっていうふうに思うんですよ。その死とは何か、生きるとは何かで、人間って生きている時には、生きている人に対して、生きているものに対して、生きている現象に対して、そういうものには興味あるんだけれども、こう、失われたものとかね、亡くなったものに対しての興味っていうのは、やっぱすごい薄まるんですよ。すごくそういう薄まるし、まあ、なんか瞬間の時にね、もう、やはり、人間ってこう忘れられたくない、自分の存在をね、忘れられたくないっていうね、思いってあると思うんですよ。で、やっぱりそういう、その、人知れずにね、何らかの原因で、まあ亡くなってしまった人のために、手を合わせる人が必要なんじゃないか。その人のことを思う時間
だったり、まあ、それはだから昼って考えてみると、その人同じ来ていた時間とかね、その来ていたことに対する敬意っていうのをね、払う、そういう必要があるのかなっていうふうに思います。でよくね、まあ、やり始めてから、まあ、某有名心霊系のね、あの配信者さんと比べられるんですけれども、すごいなんか歩きにくい地形になりました。あんまりここ人歩いてないんだろうなって感じですね。なんかもう完全に森の中って感じになってきましたね。そう、その某ね、有名なあの心霊スポット巡りのね、あの YouTuber さんと僕比較されることが多いんですけれども、なんかその僕はね、やっぱ日々こう YouTube やってて思うことは、結構その情報発信する人が正しい行いをすると、それにこういい影響を受けた人たちがね、この動画を見て、例えばその心霊スポット巡りするときにも、こう、場を荒らしちゃいけないんだなとかね、その霊魂に対しても敬意が必要だなとかね、ちょっと最後手合わせてから帰ろうかとかね、そういう風になるじゃないですか。いい影響を与えられる配信者が配信すると、いいね、その影響をたくさんの人に与えることができるじゃないですか。だから、まあ、僕がね、こうやって樹海を歩き、さまよい歩きながら命の大切さとかよりも、まあその某配信者のね、有名配信者の方が命の大切さを説いた方が、まあ影響力が大きいだろうなというふうには思うんですね。ただね、あの僕の中でやっぱりその今やっているこの配信に対してのコンセプトがあって、でも最終的にはね、そのなんかこう世の中が良くなるようなね、こうにつなげていきたいなっていうふうに思うわけですよ。やっぱりこういうその樹海のイメージって怖いってイメージ持つ人も多いと思うんですけど、やっぱり非常に美しいこの原生林、美しい自然、そしてこの富士山の自然感をね、感じる、直にね感じることができるっていう、まあもう超パワースポットですよね。超パワースポット、そういうそのいいパワーをもらえる部分もあるんだっていうことをね、少しなんかこう僕も感じたいですし、なんか視聴者さんも感じてもらえるようなね、ふうになれたらなっていうふうに思ってます。いや、非常に、しかし、普段から僕は歩いて、あの山歩きするわけじゃないんで、ちょっと体力がね、ちょっと、きつくなってきましたね。今どこにいるんだろう、ここ。ちょっと不安になりますね、この場所的なことで言うと。
ょっと道間違えたのかな、どっかで。なんかちょっと僕進みたかったルートじゃないとこにいますね。これマップなんですけど、見えるかな。結構道路に近い位置にはいますよね道路に近い。もうちょっと原生林っぽいねところを目指してたんですけど、おっとっとっと。まあ、ただこんだけ道路にね、接しながら歩いてれば、まあ、危険はないですね。危険はないし、まあ、精神的には結構安心ですね。じゃちょっと、この美しい森の木漏れ日をね、撮りながらちょっと行きましょうか。はい。タイムリミットがあるんですよ。日が暮れるまでに森を抜けないといけないっていうね。タイムリミット。こうやってちょっと山歩きしてて、僕も昔の経験が少し役に立つかなっていうのはですね、なんか高校生の頃は ママチャリですね、普通の自転車で、神奈川から四国までね、旅をしたことがありまして、その時かなりね、地図の見方とか、あと方向感覚のつかみ方とかね、そういうのをちょっと、軽く取得しましたよ、よく方向音痴で道迷う人っているじゃないですか。少し、まあ、多少強い方です。多少ね。
ただいま4時20分4時20分です。ここの地形が森の中っていうことを考えると5時ぐらいにはかなり暗くなりそうな気がします。あんまりちんたらは歩いてらんないですね。1キロ、2キロ、2キロ？あと2キロぐらいあんの？やっぱちょっと想像したより結構道のり、道ありそうですね。
すごい。すごい。すごい体力必要だ。すごい。やっぱちょっと機材の重さで体力奪われますね、これ。あ、5時だ。やばいな。やばいぞ、これは。あとちょっと、距離を見誤ったかな。やはり、山道なんで、まっすぐじゃないんですよ、道が。くねくねしてて。上下もあるし、直線で行けば結構、そんなに時間かかるわけじゃないんだけど。